李漢傑は、中華人民共和国の原子力と環境の専門家、官僚、政治家、湖南省庁佐市長査県持ち場出身。現職は、中国共産党三党省党委員会初期、元山東省人民政府省庁。1964年11月、湖南省庁佐市長査県持ち場で生まれる。1986年7月に、 聖火大学工程物理学科を卒業。1989年7月、修士号を取得。大学卒業後、国家核安全局に勤務する。主任会員、副所長、所長を歴任。1991年9月から1993年1月まで、理完結は、フランスの放射線防護、原子力安全研究所で研修しています。 1998年1月、湖南省、平井県に移り、平井県当委副書記に就任。1999年1月、中国中フランス大使館、鍵一等秘書を担当しました。2000年7月、国家環境保護総局に入局。核安全司副市長、当委副書記、市長を歴任。2006年12月、 国家環境保護総局副局長に昇格。同年には国家核安全局局長を兼務する。2016年10月、党務に転じて河北省に赴任し、河北省等委員会副書記に就任した。2017年5月、中央に移り、中華人民共和国環境保護部党組書記に就任。第12期前国人民代表大会常務委員会。 第28回会議で10日、李冠傑が部長に選出された。2020年4月、山東省党委副書記、省庁代行に転じた。山東省省庁は、前任の京忠氏が3月に、上海市市長へ移動した後、空席となっていた。7月21日、山東省人民政府省庁に就任。千二十一年九月三十日、劉儀議の公認として、 三等衝動委員会初期に任命された。ありがとうございます。